今上手に話せたんで、はい、すいません、はい、いいですよ、はい、この前治療、はい、整体やって、はいはい、それでまあ、はい、最初は全然、はい、帰る時も全然何も変わらなくて、はい、何をしてもらったのかよく分からなくて、で、本当に なんか何をやってもらったのかよそうですね、何やったかよ、まあ、普通の整体とちょっと違うもんね、全然変わらなくて、だけど気がついたら、はい、おトイレに行く回数が減って、うんうんうん、今までがだからこの 10年ぐらいでしたよ、10年以上でした。そうですね、子供でからなので10年10年以上を毎日だいたい5、6回、下痢がひどくて、そのご飯食べたらすぐ、はい、毎日5、6回下痢が、そうですね、ご飯食べ過ぎちゃうのかな、なんか下痢しちゃうことが多くて、はいはい、ご飯食べる時とか、食べた後とか食べた後とか、あとスーパースーパー行って、うん、スーパーすごい寒いじゃないですか、だから一番スーパーがおトイレに行きたくなっちゃって、で、あとはお友達とご飯食べに行った時に、はい、そこのレストランの中でも催しちゃったりとか、うちにいてもでも結構、うん、うちにいて夜食べ過ぎちゃっても、はい、その食べるもの、揚げ物とか、はい、5、6回ぐらいは焼肉とか食べると絶対下痢するんだけど、それがなんかなくなってきて、はい、なくなった、うん、でも最近またちょこっと、あるので、まあ、あれからどれぐらい経った？2ヶ月だもん、顔、ね、が切れたのかなとか思って、ね、まあ、10年以上続いた下痢、ね、こう下痢の症状が、まあ、2ヶ月間ぐらい一応大体1回ぐらいで収まって、そうですね、気がつけば、もう、収まってきて、で、また最近ちょっとあれって思うので、なんかかけてもらった魔法が解けたのかなと思って、まあ、だから、まあ、あとご主人さんからね、こう、ね、お聞きして、なんか次の日からもう行く回数は激減したの、なんか冗談で言ってたんですよ、冗談で言ってたら本当に冗談じゃなくなって、気づいたら、あれなんか本当になっちゃったとかと思って、なってたみたいな、はい、ね、はい、体重も、私1キロも増えることができなかったんだけど、今2キロ増えた2キロ増えるのって私にとったらすごい大変なことで、でも2キロ増えて44キロぐらいなのが46キロぐらいになっただけ、太ろうって逆に難しいですよ、難しいです、僕もそうですけどね、太ろうと思ってもなかなか太れないっていうのがありますね、テレビでダイエットなんかの特集あるけど、太るものはないですね、ないので教えてくれないので、でも2キロぐらいちょっと増えたし、それがちょっと嬉しいことです。はい、その下痢の症状っていうのは、病院では何て言われてた？病院は、はい、まあ、慢性なんとかってあるじゃないですか。過活、うんちが何でしたっけ？過敏性大腸炎、症候群みたいな、ふうに言われましたけど、それは薬で、薬は最初だけ聞いたけど、慣れてきちゃうと効かなくなっちゃう、でも、一回そこ行ってそんな風だったんで、諦めちゃって、もう何十年も、まあ、しょうがないで、ああ、そうですね、何十年のものがなんか変な変わった生態を受けたら変わっちゃったってことですね。そうですね、はい、なんかすごい不思議で、はい、立ち方とかそういうのも全然分かんなかったですかね、この前。立ち方、一回施術して、はいはい、立ち方とかね、こうやっぱり僕が見てたのは、まあ、そうです、変わったのはもう間違いなく変わったなと思ったんだけど、主人がうちで体操やってるじゃないですか、あれを真似して、ちょっとやるぐらいだけど、そんなにやってないです。まあ、なるべく姿勢が良くて、それは必要です。してるぐらいで、すごい不思議とか思って、あんまりそんな主人ほどやってないんですよ、この体操。まあでも不思議、ね、まあ良くなればそれでいいと思うし。なんでも。あと、土地のやつもやりましたよね。土地の。あれも私、実はよくわかんなくて、先生が、一応、あの日にもう書いてもらって、書きました、書きました、あの主人が、もうすぐ印刷してくれて、なんて言えばいい、なんて言えばいいの、あのこうキャビネットみたいな、ああいうのの下に置いちゃったんですけど、ああ、いいです、いいです、はい、まあ、一応その日にやってくれたわけですよね、はい、やりました、だからその日じゃなかったかな、2日ぐらいで、2日、で、結局それっていうのは分かりづらいんだけど、でもやっぱりずっと住んでる場所、ずっといる場所っていうのはやっぱりそういうの影響が徐々にこう入ってくるんで、
踏んじゃったらいけないんですかね、ああいう。全然大丈夫です。全然大丈夫、はい、でもやっぱりやっとかないと、はい、またこう、うん、あの浮いてきちゃうんで、はい、それをちょっと抑えるっていう意味でこの前お教えして、はい、まあ、それもちょっと良かったかもしれないですね。そうですかね。もしかしたら、もしかしたら私もよくわかんないけど、はい、うつ伏せになってる時に、はい、うん、先生がなんかしてたじゃないですか、はい、私よく、はい、見てな、はい、見えない、はい、見えないんですけど、はいはいはい、なんかやられてた、はいはい、なんですよね、なんかキーンとかカーンとか音がし、はいはいはい、したりとか、はいはい、こう輪っかがなんか出てきたりとか、ああいうのがもしかして聞いたのかなとか、まあ、一応、ね、その整えるようには全部やって、ね、一応やって、で、まあ、一番その聞いたって僕が見た感じでは、まあ、足の裏がしっかりしたっていうのが、うん、もうあの時点では一応最初としては成功なんで、うん、で、まあ、どれぐらいかかるのかなと思ってたらね、ご主人さんからね、こう気にして、なんか次の日から変わっちゃって、変わってきて、冗談で最初言ってたんですけどね、そうですね、うん、そしたら本当だ、ね、だって、そうですね、うん、でも最近また寒いので、ああ、そうですね、またちょっとなんか、まあ、2ヶ月経つとやっぱりちょっとね、変な話、本当は1回で治っちゃうと良くないですよ。良くなっちゃうとか。本当は痛かったんですけど。しっかり、本当はあの本当それだけのものじゃないと思うので、ね、まあ、それじゃあ今日ね、もう1回じゃやっていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、はいはい、すみません、ありがとうございました。はい。